はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。最近一区切りついたけどそこまで間を空かずまた始まりました。こちら仮面ライダーセイバーの食玩シリーズ騒動。騒動の今回はナンバリングブックなんだ、ブック1。セイバーの第1弾でなおかつフューチャリング仮面ライダー01。箱にも書いてある通り、まあセイバーがまだ始まって間もないからね、ラインナップの半分以上が01から来ています。ほんじゃ中身を見ていきましょう。カッターバットよいしょ、ファイト。ほんじゃラインナップを見ていきましょう。まず1と2の箱で仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン。名称的には特にボディーアーマーっていう風に分かれていなくて A セット B セットっていう分け方になっています。ここのセット内容のところもなんとなくワンダーライドブックっぽくなってますね。箱のデザインも割と変わったらしいんで見てみようか。正面もなかなかシンプルで裏側がこれ、だいぶ中身の写真がでっかくなりました。前のやつはせいぜいこの上半分になんかずらっと並んでるぐらいだったから、箱の裏の方もだいぶすっきりかっこよくなったね。お次は3と4の箱で仮面ライダーブレイズライオン戦記。さあこっから01勢。5と6の箱で仮面ライダー01ヘルライジングホッパー。7と8の箱で仮面ライダーエデン。この2人に関しては正直詳細が今よく分かっていないんですよね。かろうじてエデンの方は01の最終回の方で伊藤秀明さんが突然変身していたけど、ヘルライジングホッパーに関してはまだ確か画像しか出てないからね。まあ、両方とも冬に公開される予定の01の映画の限定フォーム限定ライダー。スケジュール的に夏に上映したものを最終回にラインナップって感じだったんだろうけど、ハイパーつよつよカゼキンの影響で公開時期がずれちゃったからね。実際そうなのか分かんないけど、映画公開前にすでにラインナップされてるからその辺の影響は受けちゃってるんじゃないかな。そして9と8は仮面ライダーではなくて刃ユアさんが実装しているファイティングジャッカルレイダーです。というわけでラインナップ以上なんで、こちらシールを貼ったものを見ていきましょう。さあというわけでだいぶ日が空いてるとは思うけど、シール貼りライブに来てくれた方々ありがとうございました。そんなわけでまず最初はこちらの仮面ライダーセイバーブレイブドラゴン。これシール貼りしてる時点でだいぶうわマジかって思ったけど、塗装箇所の多さがほんとえぐい。多すぎて今後もこういう感じでいけんの大丈夫っていう風に不安になってきますけど、とりあえずすごいっすよこれは。まずお顔の方、複眼部分はさすがにね、いろいろ模様も入ってるからここはシール。そして頭頂部から飛び出してる剣邪気のここの真ん中のところもシール。それ以外剣のシルバーだったりおでこのホワイトで、口元のシルバーと、これは多分成型色は赤色かな。多分赤が成型色でブラックの方が塗装になっています。さすがにこの辺先端部分が安全のために丸くはなってるけど、セイバーの特徴的なメラメラ燃えるような複眼がバッチリ再現されています。であとこの辺は今後生きてくるのか分かんないけど、剣邪気の方はこんな風によいしょ着脱が可能です。ウルトラセブンのアイスラッガーみたいにここだけ投げられそう。塗装箇所の多さももちろんすごいんだけど、今回のセイバーから関節部分もだいぶ見直されています。まず頭の可動の方がグッとだいぶ上の方を見れるようになりました。前回の01もなかなか進化はしていたんですけど、01の方は頭の可動がグッと全然上に向かないんですよ。ほんともうこれが限界。並べると差が歴然ですね。見比べてみるとこれセイバーの方が後ろの部分がだいぶざっくり開いてんだね。この構造によってかなり上を向くことができます。そしてお次はボディ部分。肩にドラゴンがいたり、だいぶ真っ赤っかになってる右半身。右の方はこの辺のドラゴンの目玉だとか、あとは二の腕と腕のグラデーション入りの黄色いライン、あとは手の甲の部分もシールになっています。まあでも貼った部分って言えばほんとそんぐらいですね。この辺のちょっとガンメタ寄りのシルバーのところは塗装になっています。昔だったらここら辺は確実にシール貼ってたね。そしてブックの影響を何にも受けていないから、多分限りなく素体の左半身。左半身の方にはブラックで赤いラインが入ってるんですけど、この辺の赤いラインに関してはほとんど塗装になっています。唯一手首の方がシールになってるってくらいかな。ここも昔だったら絶対シール貼ってた。赤いラインの方もかっこいいし、ブラックの多分この辺が成型色なんだろうけど、ブラックの方もだいぶこうツヤツヤテカテカしていない半光沢な感じ。成型色も質感がなかなかいいですね。そして体のど真ん中がホワイトになっていて、ちょっとドラゴンの腹っぽい。この辺もホワイトシルバー一通り塗装で、可動に関してだけど腕の方もだいぶ進化しています。まずは肩の方がグリグリと関節が引き出せるようになっています。でさらに引き出した肩の方はこんな風に前後に動かすことができます。しかも結構幅広く、ここの肩前後に動かせるのはだいぶでかいよ。これがあるだけでポーズのバリエーションだいぶ増えるからね。なんでこんな風に前後に動かせるかっていうと、肩の接続がだいぶ横長になってるんですよ。しかも接続のピンの方も01の時と比べるとだいぶ長くなっているんで、これのおかげである程度肩を引っ張り出しても特に取れることなく、横広の幅を生かしてこんな風に前後に動かすことができます。この構造を考えた人は本当天才だよ。天才開発者。あとは肘部分の接続が目立ちにくくなったり、手首の方が今回からよいしょボールジョイント接続になりました。ボールジョイントになったから今までのまっすぐのピンの時と違ってちょっと手首を傾けることもできます。あともう一個ギミックとして上半
半身は左側と右側でこんな風に分割することができるんで、他のブックをつけた時の左右の違いなんかも再現できます。今回はもう一人ブレイズもいるんでね、その辺の左右の入れ替えなんかも後でやってみよう。さあ、そして腰には変身ベルトの聖剣ソードライバー、ソードライバーにはブレイブドラゴンのブックが装填されています。さすがにここのブックは着脱ギミックはない。この辺のブックだとか下のいろいろライダー文字が書かれてるとこ、この辺結構細かいけどシールでバッチリ再現されています。あとは腰の横の方に結構小さいけど多分これがブックのホルダーかな、ベルト帯の方はシールを貼ってるんですけど、今回はなんかシールが前の方しかついてこなくて後ろのところは特に何も貼っていません。そして腰の方には赤くて長めのローブ、ローブの方もここのガンメタっぽいシルバーの塗装すごい綺麗、シルバーも綺麗だし、ここの赤いところがなんかちょっとメタリックというか少し粒子がかった赤になってるね。ローブは腰の接続部分がボールジョイントになってるんで、こんな風にバッサーとたなびかせることができます。そして下半身、ここもまあすごいよ。下半身はグレー、ホワイト、赤いラインが入ってるんですけど、なんとここの足に関しては一切シールを貼っていません。唯一この靴のところに貼ってるぐらい、塗装の箇所も多いしちゃんと綺麗に塗られてるんですよ。ここも前だったらなんだろう、膝の部分だけとか赤いラインとか全然シールになっていても不思議じゃないんだけど、ほんと塗装箇所多くてすごいね。そしてもちろんベルトとワンセットの武器火炎剣烈火もついてきます。特にベルトに納刀した状態がなかったんでずっと抜刀状態、烈火の方はさすがに全面的にシール、まあでもシールでこの辺の剣に入ってるライダー文字なんかも再現されていますね。であとパーの状態の手も左右でついてきました。頭が上に上がるんで前かがみになって飛びかかるようなポーズ、さらに肩の方もだいぶ前に持ってこれるし、腕もかなり後ろの方まで広がるんで存分に剣を振り回すことができます。ほんと今回の騒動だいぶ進化したよ。さあ、そしてお次はこちらの青い虎に乗って本屋に入ってきたやつ、仮面ライダーブレイズライオン戦記。ブレイズもなかなか塗装箇所すごいよ。2号ライダーらしく全身がもう限りなく真っ青、まず顔の方はセイバーと同様に複眼部分と剣邪気の真ん中のところにシール、それ以外の真ん中の青い縦紙っぽいところだったり顎のシルバーのところは塗装になっています。シールだけどこの複眼もなかなかかっこいいね。やたら右の方にズバッと飛び出している感じ。ブレイズは首周りがなんか結構いろいろ干渉しそうだけど、上向く可動はグッと、アイワイは全然十分上見れます。そしてボディのど真ん中には青いライオンの顔がそのままついています。超金持ちの家にある口からお湯が出てくるやつ。真っ青なライオンの顔は多分塗装になっていて半光沢な感じ、さすがに細かい目の部分はシールになっています。ブレイザーライオン戦記をど真ん中に装填するから真ん中部分が変化があって、両腕だったり左右がまあ限りなく素体の状態、胴体に入ってるブルーとホワイトのラインの方は塗装、肩アーについてるこの辺のライン関係はシールなんだけど、シールも結構色合いが合ってるから塗装かシールかっていうのが全然判別つかないね。肩アーがシールで、それ以外の二の腕だったり腕のところは一通り塗装、さすがに手首の方はセイバーと同様にシールになっています。そしてぐるっと回って後ろ、襟の中から出てくる感じで背中になんか羽っぽいものがあります。これ何なんだろう。ライオンは別に羽生えてないからすごい長い縦髪なのかな。ここのところは結構かっちりした素材で別に軟質にはなっていません。さあ、そしてお腹にはライオン戦記が装填された状態のソードライバー、ちなみにシールはブックとこの下の文字が書かれている部分が一体化しています。ライオン戦記もなかなか細かい。そしてもちろんブレイズの方もベルト帯は後ろまでありません、まあほとんど見えないけどね。そして下半身、セイバーみたいに腰にローブがあるんじゃなくてふんどしがあります。剣のような形をしただいぶクールなふんどし、ふんどしはこんな風に上下に稼働します。で、後ろの方には膝を超えるぐらいの長めのふんどし、後ろについてんのもふんどしって言っていいのか分からんけど、これはちゃんと後ろの方が真っ黒で表から見た時よりちゃんとブルーに塗装されています。ここも真っ黒にしていないのすごいね。さあ、そして僕的にセイバー以上にびっくりしたここの足、足の方もガンメタにホワイト、あとブルー、この辺の色がちゃんと塗装になってるんですよ。今回しつこいぐらい言ってるけど、絶対ここのたくさん入ってるホワイトのラインは昔だったらシールだったよね。この辺ちゃんと塗装してるのもすごいし、ガンメタの色合いがほんとかっこいい。あ、いや待てよ色合いが自然すぎて忘れていたけど、ここ膝のところはシールになっています。そんだけシールも塗装の色と近いってことで拍手だ。そして足元の方は一通りシール、形的になんとなくライオンの指っぽくなっています。そしてもちろん武器の水星剣流れもついてきます。流れもこの辺のエンブレム含めてシールになってるんだけど、この辺の水しぶきっぽいところがしっかり造形されてるね。さあ、そしてさっきのセイバーを振りかぶるようなポーズだったんで、今度のブレイズは振り下ろすポーズ、ここも肩がよく動いてくれるんでだいぶ前の方まで腕
手を持ってこれます。さあそしてせっかくセイバーとブレイズがいるんでね、それぞれのパーツを組み替えて遊んでみようか。まずはこちら、セイバーがブレイブドラゴンとライオン戦記を使った姿、ドラゴンライオン。これはもうコーラを飲んだらゲップが出るくらい確実にみんなやるよね。赤と青のカラーリングはなかなか似合ってる気がする。で足の方なんだけど、最新話の4話見てみた感じ、動物のブックを使うと膝から下も変化するみたいなんでこっちをつけました。そしてさっきの真逆、ブレイズが特に何にも装備していないスッカスカな状態。あとはブレイズにブレイブドラゴンつけたり、名前が地味にややこしい。セイバーの方限りなく素体にしたりね。とりあえずこの2つだけでもだいぶ遊べるから、数が揃ったらもっと楽しいだろうね。そして今回も専用の台座がついてくるんですけど、今回新たな機能が追加されてね、台座の裏に4箇所の接続のジョイントができたんですよ。これができたことでアームのこの先端部分に台座をガッチャンコ接続して、こんな風に縦に重ねた状態で飾ることができます。これはだいぶ便利だね。どんぐらい詰めるもんか試してみたいけど、せいぜい3段ぐらいが限界かな。4段目まで行っちゃうと結構危ない気がする。さあそして3つ目、こっから01勢。こちらが伊藤秀明さんが変身していました仮面ライダーエデン。名前のエデンはまあ日本語に直すと楽園っていう意味だけど、到底素敵な楽園を作ってくれるようには見えないな。そしてセイバーたちと比べるとまあシールは多め、ブラックボディに濃いめのメタリックな紫色、あとオレンジのラインだったり縁の部分がシルバーと、ちょっと毒々しいようなダークな色合い。全体のシルエットはそんなにゴツゴツしていないんだけど、カラーリングに凄みがありますね。まずはお顔の方、一番最初完全に初見の時に思ったのが、ちょっとなんかローグっぽいなってこと。顔に入っているラインだとか、ローグほど顔の側面にへばりついてる感じではないけど、両サイドから角が出てるような感じのデザインがなんかすごいローグっぽいなって思いました。そしてシールを貼ったのはここのおでこの部分とクラッシャーのあたり、それ以外のサイドのラインとか複眼部分、あと顎のシルバーは塗装になっています。お次はボディ部分。ボディアーマーはどことなくなんか鬼の顔に見えなくもない。シルバーで囲まれたアーマーの方は一通りシールを貼っていて、造形的にはシンプルなんだけど、この辺のラインのおかげで情報量が増えてるような気がする。そして肩アーマーの方もそんなにとんがる感じではなくて、なだらかなライン。肩アーマーの色がついている部分も一通りシール。あと肩アーマー以外にも腕の太めのラインだとか、ここの腕のアーマーの方も一通りシールになっています。ほんとセイバーたちと比べちゃうとあれだけど、だいぶシール多いね。そして腰には変身ベルトの、これなんて名前だ。最終回の方では確かアーズがベルトとプログライズキー一式渡していたけど、何ドライバーか多分まだ情報が出ていない気がする。形的には多分02ドライバーとかと同じ感じで、01ドライバーとカバーの形が違うって感じだと思うんだよな。縁がネイビーで内側にオレンジのラインがたくさん入ってるっていうデザイン。そしてモモの方はこれ内側のネイビーかな。ここのところが塗装になっていて、外側の複雑な模様のところはシール。膝から下の方もまあだいぶシンプルで、結構01に近い形をしてるね。足首だったり靴の側面のところがシールになっています。そして付属品としてサウザンドジャッカーがついてきます。ただ騒動ブログ見てみた感じだと、担当の GO さんもまだこいつがどんなアクションするかってのが分かってなかったみたいだから、実際これサウザンドジャッカーも映画の中では使わない可能性が余裕であります。そしてお次はこちら、仮面ライダー01ヘルライジングホッパー。名前にヘル地獄ってついてるからね、名前が発表されてすぐにもうみんなから地獄兄弟の3人目って言われてましたね。多分01だから順当に考えてアルトが変身するやつなんだろうけど、どうなんだろうね。この辺もまだ内容が分かんないけど、またなんか映画の方でも闇落ちしちゃうのかな。名前もそうだし、カラーリングも結構敵っぽいよね。ちなみにこちらのヘルライジングホッパーは新規造形っていう感じではなくて、おそらくこちらのシャイニングアサルトホッパーのリペイントなんですよね。各部のデザインがほんとそのまんま、ブラックボディに紫寄りの赤、あと所々にホワイトのライン、ベルトを除けば使われてる色はその3色ぐらいかな。で顔の方だけど、だいぶ悪そうな顔してんな。シルバーの複眼のところにもなんか赤い雷みたいなもんが入ってるし、クラッシャーの方もなんか牙が生えたようにだいぶギザギザになっています。ちなみにシールを貼ったのは頭頂部のラインと、あと複眼、そしてクラッシャーのところもシールになっています。ヘルライジングもちょっとシールは多めだったかな。まあでもシャイニングアサルトの時はシールを貼っていたここの肩の飛び出てるところ、ヘルライジングはちゃんとここのところが塗装になっていますね。あと肩アーマーは上半分のところがシールになっていて、それ以外は塗装で、胸のど真ん中にはこれは地球かな。でその周りに張り巡らされたホワイトのライン、このデザインが一体何を意味するのかな。胸アーマーのここの模様は一通りシールになっています。あとは腕のアーマーの方も一通りシールになっていて、あそうだ、これ今回お腹の方がね、シャイニングアサルトからちょっとバージョンアップしてるんですよ。バージョンアップしてるって言ってもあくまで食眼での話だけど、ヘルライジングの方にはシャイニングアサルトになかった腹筋が造形されています。で今回ので腹筋が追加されたってことで、ここのサイドの小さい三角がシールになってるんですけど、ここに貼るためのこんなシールも用意されていました。これはヘルライジングのために使うんじゃなくて、こ
このシールをお腹に貼ってボディだけシャイニングアサルトと変えてアーマーを装着すればこう腹筋が出た状態にできますよってことらしいです。その辺の配慮がほんと細かいね。そしてお腹には変身ベルトの01ドライバーでなんかよくわからないものが装填されています。このプログライズキーもとりあえずシール貼ったけどほんと詳細不明。映画の情報が公開されるまでほんとこれはよくわからん。あとは下半身のももだったりすねんところ、ここの赤っぽい色がついてるところは一通りシールになっています。シャイニングアサルトの時は割とこの辺塗装になっていたんだけど、今回は割とガッツリシールでの再現になっていました。そしてヘルライジングホッパーの方には特に武器はついてこないんですけど、武器を持たせるような穴が開いてないグーだったり、パーの手がついてるんでとりあえずぶん殴ろうとするポーズ、ほんと情報がないからできることって言ったらこんぐらいだ。あとはパンチやったんでライダーキックのポーズ、まあまだ詳細は分かんないけどカラーリングとか悪い感じで僕は結構好きなんで、映画の方でどんな活躍をしてくれるのかすごい楽しみです。ヘルライジングホッパーそんなに付属品は多くないんだけど、こういうホルダーに収まった状態のプログライズキーのシールが何枚かついてくるんで、これを使えばこんな風にシャイニングアサルトホッパーの腰の横のところにライジングホッパーつけといたり、イカ槌のベルト帯にこうずらっとたくさんのプログライズキーがついてる状態も再現できます。さあそして最後にこちらファイティングジャッカルレイダー、変身者がヤイバさんだから全体的なプロポーションがスラッとしてだいぶ女性的ですね。腕とか足のデザインが結構バルキリー、ブラック、シルバー、ゴールド、あと複眼のところとかが赤色、色合いとか全体のデザインがどことなくエジプト、顔の方は結構ジャッカルデザイン残ってますね。ジャッカルあんまり見たことないけど、なんとなくアヌビスって感じもする。レイドライザー紹介した時のコメント欄だったかな、アヌビス神の元のデザインになってるのがジャッカルっていう説があるらしい。そして顔のシールは上の部分のジャッカルっぽい目だったり、ここの下の本人の目だったり、シルバーのラインのところがシールになっています。この辺のサイドから出てるおかっぱみたいなやつもなんとなくエジプト、ボディの方も肩周りだったり腕のところにゴールドのなんかチューブみたいな装飾が入っていて、この辺もなんとなく気品が溢れていますね。ちなみにジャッカルレイダーはこの辺ボディのところにあんまりシールを貼っていないんで、まあシールは少なめっちゃ少なめかな。この辺の細いラインとかもしっかり塗装されていますよ。デザイン的には特に肩アーマーがなくて、この辺も滑らかな感じがすごい女性的。ボディの方はあんまりシール貼ってないけど、腕のここのシルバーのところはシールになっています。そして腰には変身ベルトというかレイダーに実装するためのレイドライザーをつけています。ファイティングジャッカルプログライズキーはシールになっていて、こう斜めに差し込んでる感じで、腰の両サイドの方にもアーマーがついていて、この辺の細いラインはシールになっています。あとベルトの下からは結構長めのふんどしというか前掛け、ちなみにすいませんちょっと失礼して、こちらは上下に稼働します。あとは腰の横のアーマーもこう上下に稼働するんで、この辺足の稼働には干渉しなさそう。そしてぐるっと回って後ろの方にもなんかアーマーがついています。もちろんこちらも上下に稼働。そして足の方はさっきも見せたようにバルキリーのこっちの素体部分によく似てる、まあ似てはいるけど、ももの横のところにシールが追加されていたり、あと膝アーマーも塗装ではなくてシールになってるけどちょっと引き締まってるね。膝から下もふくらはぎの側面だったりすね、あと足の甲にシルバーのシールが追加されてちょっと豪華な感じ。そして付属品で結構でっかい鎌の武器、この辺もゴールドのところが一通りシールになってますね。にしてもほんとでっかいなこの鎌、だいたい本人の身長と同じぐらいあるよ。さらに専用の持ち手は左右両方についてるんでがっちり持たせることができます。はい、というわけで今回は仮面ライダーセイバーの触眼シリーズ、双胴仮面ライダーセイバーブック1フューチャリング双胴仮面ライダー01、こちらを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。双胴に関しては毎年何かしら進化を遂げているから、これ以上はないかなって思ってるんだけど、あーすごい爽空って感じで毎回驚きがあるのがすごいね。特に今回のセイバーの進化っぷりは結構すごかったよ。肩だったり頭の可動域がすごい広くなってるし、上半身の左右を分割して組み替えることができるっていうギミックもありますから、可動的にも遊び的にもだいぶ幅が広がっています。あと何より今後もこういう感じで続くのかちょっと分かんないけど、塗装の力の入れ具合がほんと半端ない。一番最初にこれをやったってことはまあ本気の宣言みたいなもんだから、多分これ以降もこんぐらいの塗装は維持してくれるんじゃないかなって期待しています。そして01勢ね、本来の映画のスケジュールがずれ込んだ影響でちょっとこの人たちの詳細がよく分かっていないけど、逆にどんな活躍をしてくれるんだろうっていう風に楽しみが増えましたからね、映画の公開を楽しみに待ってようと思います。そしてファイティングジャッカルレイダーも無事立体化してくれたし、双胴ブログの方でも仮面ライダーナキがまた立体化してくれるっていう情報が出たから、例年のことを考えると01もまあまだちょっと続くんだろうけど、ちゃんと立体化してくれるのが嬉しいから、その辺も楽しみですね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。